はい、皆さんこんにちは。 Google 認定教育者のゆうぼうです。今はシンガポールで教師をしています。また YouTube では学校で Google をどう使うかについてやシンガポールでの生活について発信しています。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今日のテーマはカフートのテンプレートで子供と一緒に問題を作る方法です。これ授業中にめちゃくちゃ役立ちます。カフートについて全く知らない方はこちらの基礎編をご覧ください。概要欄にもリンクを貼ってあります。シンプルにメリットを3つお伝えします。1つ目がテンプレートがあると問題作りがスムーズになる。2つ目が子供のカフートアカウントを作らなくても作ることができる。3つ目が同時編集で一斉に問題作りができるということです。作り方のまとめを先に言うと、まずカフートからテンプレートをダウンロードします。2つ目にそれを Google スプレッドシートに変えます。そしてそれを子供たちにシェアして作ります。完成したらカフートでアップロードします。そして終わりです。多分今の説明で Google を使いこなしている人だったら、なんとなくは分かるような気がするので、まずカフートのサイトに行ってダウンロードしてやってみた方が早いと思います。僕の動画を見る必要はありません。分からなかったらぜひ見てください。で、今日の動画の流れは、まず1つ目に必要なもの、そして2つ目にどうやって僕が使っているか、そして3つ目に実際の作り方、この流れでいきたいと思います。まず必要なものは1人1台端末、そして教師用のカフートアカウント、そして子供たちは Google アカウントを持っている。そして子供にシェアする用の Google クラスルーム、別にこれは Google クラスルームである必要はございません。この4つ必要になります。自分が具体的に授業中にどう使っているかというと、基本的に算数の授業で使うことが多いんですが、教科書に載っている問題を大体やるじゃないですか。でそれが早く終わった子に、使ってもらっています。で、問題を作るのってやっぱり意外と頭使って、それこそ今日の授業中に学んだことを使って他の友達にもちょうどいいレベルの問題を作ってねっていう風に言うと、やっぱり結構いろいろと頭使うんですよね。これだったらできるなとか。なのでそういうところで頭を使ってもらう。やっぱりこう単純な問題演習の作業ってあるじゃないですか。でただ問題演習をするだけだと、もちろん頭は絶対使ってるんですけど、ちょっとやっぱり作業チックになるところがあったりとか、ある意味こうやらされてる感あるとは思うんですけど、でもこれをこの問題作りを通してやっぱりこう友達に影響を与えられる嬉しさっていうのがあるのかなとは個人的には思っています。でやっぱり学校なので、やっぱり30人ぐらいたくさんの子供たち集まってきて、算数の得意不得意には差があるとは思いますので、そういう中だからこそ得意な子には問題を作ってもらって、でまだまだ得意じゃないよっていう子にはやっぱり僕たち教師は個人的にサポートをして、でその間に得意な子たちが問題を作って、で終わった後にみんなで一緒にゲームとして楽しむ。もちろんそれの中で演習をするわけですけど、算数の問題演習をするわけですけど、結果的に演習量も増えて、で得意な子は友達にいい影響を与えられてっていうようなことができるのかなと思っています。それでは早速ですが、実際の作り方を見ていきましょう。どうぞ。それではまず最初に、カフートのサイトに行きます。でもしアカウントを持っていない人は、作り方の説明を一つ前の動画基礎編の方でお伝えしていますので、そちらをご覧ください。すでに作った前提で話を進めていきます。でまずはじめに、カフートのテンプレートをダウンロードします。こちらは僕の概要欄にも載せておくんですが、今後多分初めて使う時には僕の YouTube の概要欄から行けばいいんですけれども、今後カフート使っている時にはここから行った方が早いので、必ずそちらをご利用ください。でまず最初にこちらのクリエイトを押します。で、こちらのクリエイトを作る。で、ここに来たら左下ですね、こちら、インポートスプレッシュートっていうのがあるんですね。で、インポートスライズの方は、こっちプレミアム機能なのでお金がかかります。最初の1ヶ月とか無料で使えるかもしれないですけど、僕は使ったことがありません。で、僕が使って、いつも使っているのはこちらのインポートスプレッシュートです。押してください。で、そうすると、ここにまず最初にダウンロードアワーテンプレートって書いてあるんですね。なので、ここをクリックすると、お使いのパソコンにもよると思うんですが、こちら、Excel とか、皆さんで知っているので言うと、Excel とか、スプレッシートとか、あとナンバーズとか、でも使えますので、お使いのパソコンに合わせてそちらをご利用ください。ダウンロードができたら、まず最初に、スプレッドシートを開きます。で、スプレッドシートを開いたら、こちらで、このインポートを押してください。で、ここでアップロードを押して、ここでアップロードを押すか、デバイスのファイルを選択して、で、基本的にダウンロードのフォルダに入ってると思うんですけど、そこからここにアップロードをします。自分は Google Chrome なので、
下に出ているものを使います。そのテンプレートをここにアップロードして、でそれが終わると、これ3つ選択肢出てくるんですけど、僕基本的に新しいスプレッシートを作成するでやっています。特にこれはどれでもいいとは思いますが、一応一番これがそのシートそのものを作ってくれるので、なんか今あるシートに作ることで問題が発生するかもしれないんで、僕はいつもこの新しいのを作っています。で、できたらこの今すぐ開くを押します。ではこちらがアップロードしたカフートのテンプレートになります。で、このカフートのテンプレートにどんどん問題文を打っていきます。で、こちらの列、縦の列、この縦の列が、問題文で、ここが選択肢1、選択肢2、選択肢3で、選択肢4で、ここが時間制限で、こちらが政党の番号となっています。で、注意してほしいのは、このクエスチョンとかってところを、ここあの子供たちに分かりやすいように問題文なんていう風に表記してあげると、あのこれアップロードするときうまくいかないんですね。で、アップロードはおそらくこの言葉の部分をもとに、でその1行目に書いてある文章を問題文としてアップロードするなんていう、多分プログラミングかなんかが組まれてると思うんで、ここのアンサー1とかそういうところは変えちゃダメです。変えて自分もやったことがあるんですが、アップロードができなくて、大変なことになりました。気をつけてください。ここを問題文とか変えてはいけません。で、ここに、文章題をどんどん打っていきます。で、選択肢1に。で、この最初に打ってあるのは、例の問題を打ってるだけなので、上から書いちゃっていいです。で、時間制限に関しては数字で入力しなきゃいけないんですが、あと政党の方も。こちら必ず半角で入力してください。で、半角と全角の区別を必ずつけさせるようにしないと、今後どこかで痛い目を見ますので、あと大人でも何かとこう半角と全角混ざっている時もたまに見かけますが、基本的にこういう表計算のソフトでは半角です。なので半角にしてください。まあ10にしときます。自分は5秒とかだと結構短時間だから盛り上がります。で、ここは正当なので、僕は4年目なので4にします。で、ひとまず下準備ができたら、ここで、共有できるようにします。で、リンクでシェアするならリンクでシェアするし、クラスルームでシェアするならクラスルームでシェア。まあ、リンクでシェアするときには、もういつも通りこちら下のところから、こちらは閲覧者から、編集者に変えて、で、このリンクをコピーして完了。で、これをクラスルームなりなんなりに貼り付けます。で、この後にクラスルームを開きます。そしてクラスルームを開いたら、こちらクラスに知らせたいことを入力をして、ここに今コピーしたものを、まあ、そのまま貼り付けたっていいし、もしくはこの追加のリンクから行ったっていいし、リンクで貼り付けたっていいし、まあ、もしくは、リンクをコピーしていなくても、こちらの Google ドライブから基本的に最近開いたものが一番最初に出てくるので、最近開いたアイテムをそのまま一番左上に出てくるものをこちらクリックして終わり。で、もしこれで編集可能な状態にしてなかったらできないんで、必ず編集可能にする、先ほど右上の共有ボタンを押してやったと思うんですけど、それ忘れないようにしてください。で、ここに、算数とかって打って、これで投稿。あとは子供がここから開いて、で、問題をバチ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 打っていって完成になります。自分が何問ぐらい作ってほしいか必ず言っておかないと、ひたすら作ってめちゃくちゃ長いカフードになっちゃうんで、まあ、自分はいつも10問ぐらいって言ってます。で、あと本当に答えそれ合ってんのとかっていうのは必ず聞いています。それではできたスプレッドシートをカフードにアップロードします。問題文ができたら、こちらの、ファイルからダウンロードで、これ Excel 形式にダウンロードしてください。で、ダウンロードができたらカフードに戻ります。はい、ではカフードに戻りました。で、こちら問題作成の画面ですが、先ほどのこのインポートスプレッドシートでダウンロードしましたが、ここにセレクトファイルで完成したスプレッドシートを Excel に変えたものをここにアップロードします。今自分ここ Google Chrome でやってるんですけど、 Google Chrome はダウンロードしたら基本的に下のところにダウンロードしたものが出てきますの で、ここからドラッグ&ドロップして僕はいつもやってます。これの方が早いです。で、できたら、こちらにアップロード。で、そうするとこの One Question Has Been Imported って出ますので、そしたらこれで1個質問がインポートされたよって出てます。
で、OK だったら Add Questions を押してください。で、そうするとこちらに、こんな感じでアップロードがされてますので、正しくできてますね。選択肢。で、正答 Y。ここにちゃんとチェックが入る。で、問題文もバッチリ。時間制限10秒とか。まあ、このポイントとか変えたければ変えてください。あとイメージ追加したければ追加する。ただ僕は基本的には算数でやるときには追加していません。で、これで終わりじゃなくて必ずここ、1問目がブランクの要するに空白のものなんですね。なのでこれは1問目だけは必ず消してください。で、本当だったらもっと1、2、3、4、5、6、7、9、10とか10問とかたくさんいっぱいあるんですけど、で、これで OK だったらもうダン。で、タイトル入れて、とかってやって、で、ディスクリプション、詳細はいりません。で、これでできたら、あとは、クラスで使うとかな。あ、プレイナウか。プレイナウ、T1 で始めるといいと思います。で、これでおしまいです。はい、ということで、これにて作り方の説明はおしまいになります。で、これができるようになると、本当に授業中に早く終わった子は本当にどんどんみんなの楽しみのためのカフートを作って、で、単純に問題演習も確保できるので、算数の授業中にちょっとこういうパソコンを使っての、学び方もできるようになるので、まあ、そういう少しずつこのギガスクール構想が始まって一人一台端末どんどん来てると思うんですけど、やっぱりこう使っていかないと慣れていかないと思うので、こういう小さなところから使って浸透させていくといいかなとも思います。で、もちろんカフートは iPad でも対応しているので、すごいやりやすいなとも思ってます。なのでぜひ使ってみてください。またこちらの作った問題を同じ学年の他の先生にもシェアすることができます。で、これはまた別の動画にてお伝えしますので、そちらの動画をご覧ください。はい、ということで今日はこれにて終了になります。ここまで見ていただきありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録といいねボタン、それからベルも鳴らしておくと便利かと思います。それではまた次回もお会いしましょう。またねー。